2007年の J リーグも残り10試合となりました。全てが決まる勝負の終盤戦です。2週間の中断期間を経まして、いよいよ J リーグがクライマックスに突入です。強い太陽が照りつけている広島ビッグアーチ、サンフレッチェ広島と浦和レッズの一戦です。放送席の解説は金田信俊さん、そして相馬直樹さんのダブル解説でお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リポーターは新井真希アナウンサー、実況佐藤文康でお送りします。副音声は加藤浩二さん、小倉貴文さんのスーパーサッカーのコンビにアンガールズのお二人をお迎えしてお送りしています。サンフレッチェ広島と浦和レッズの一戦です。それではサンフレッチェ広島のスタディメンバーをご紹介しましょう。日本代表の2人、そしてオリンピック代表の2人が戻ってきました。ゴールキーパーは下田です。森崎和幸、ストヤノフ、そして戸田の3バック、オリンピック代表の青山がボランチ、右に日本代表の小野、左服部、森崎コーチと柏木がトップ下に入って、2トップは強力ウェズレイと佐藤久人です。一方の浦和レッズです。こちらも日本代表の4人が強行日程の中スターティングメンバーに名を連ねました。ゴールキーパーは鈴木です。坪井トゥーリを堀之内、ボランチに鈴木啓太と長谷部、右に山田、左平川、トップ下にポンテが入って、今日は永井と田中達也の2トップ、ワシントンはベンチからのスタートです。放送席の解説は金田信俊さん、相馬直樹さんでお送りしますが、さあ金田さん、はい、日本代表勢にとっては非常に厳しい日程の中、ね、J リーグ再開となりました、はい、もうやっぱりヨーロッパ遠征、あるいはオリンピックの、ね、代表候補のゲームは、本当サウジから帰って国立でカタールこの間やったばっかりですよね、柏木とかね、はい、まあ、大変な状況なんですけど、彼らはもうベストつくしかないんで、はい、まあ、他の元気のいい選手がどれだけチームを盛り上げることができるか、攻守において、はい、まあ、その辺今日はゲームの中で期待したいなと思ってます、その中で相馬さん、はい、気持ちを切り替えて残り10試合の J リーグということになりました。まあ本当ね、どの試合もこう手も抜けないし気持ちもね、本当抜けないところだと思うので、この試合本当にそのコンディションの問題というのは必ずあると思うんですけれども、なんとか勝ちをねもぎ取りたいというのがまずもちろんレッズですし、サフレッチェの方も順位の方ね問題ありますからね、そこのところで、気持ちを一つにしていかなければいけないところだと思いますね。今浦和レッズの4人の日本代表のメンバーが映っていました。こちらも日本代表の佐藤久人です。わずか80時間前にスイス戦を終えたばかりです。そこから18時間かけまして日本に帰ってきました。ほとんどの選手があまり眠れなかったと話しているこの日本代表の6人です。サンフレッチェの佐藤久人、そして小野、浦和レッズは坪井、鈴木啓太、さらにはトゥーリオ、そして田中達也が日本代表です。厳しい日程の中、さあ残り10試合を迎えた J リーグです。残り10試合で全てが決まります。現在トップの浦和レッズ、そして13位のサンフレッチェ広島、いよいよ佳境に入るという J リーグの一戦をお伝えしてまいります。広島ビッグアーチです。左に紫のサンフレッチェ広島、そして白いユニフォームに身を包んだ浦和レッズです。こちらが佐藤久人です。ウェズレイとの2トップ、今日は得点なるんでしょうか。今試合が始まりました。レッズボールでゲーム始まっています。トップ下に入っているポンテ、そして早くもプレッシャーをかけた佐藤久人です。サンフレッチェ広島と浦和レッズの一戦、 J リーグの第24節が始まっています。さあ金田さん、はい、この一戦の注目ですが、どんなところに置いていらっしゃいますか。まあ、基本的にはやっぱりフォワードでしょうね、はい、ホームのサンフレッチェ、ウェズレー、佐藤、まあ、かなり強力ですよね、はい、得点率も非常に高いし、まあ、この両チームは基本的にレッズの方も田中達也、永井と素晴らしい日本を代表するフォワードが揃ってますんでね、この両チームのフォワードに対して、まあ、できるだけ相手からすればいいところを消して仕事をさせないというところが非常に大事になってくると思うんですけど、はい、もう一つは両サイドでしょうね。両サイド、やっぱりサンフレッチェにしても駒野、服部、レッズにしても山田、平川と素晴らしい両サイドがいるん で、はい、でお互いに3バックシステムは取ってるんですけど、はい、それが3バックで進めるときはそのチームが非常に調子がいい証拠だし、押されて押されてその3バックのところに両サイドが戻ってきて5バックを長く形成してしまう時間がね、はい、長くなると、ゲーム自体は不利に動いているという風な判断をしたら見やすいかなと思うんですけど、ね、なるほど。ボールを奪ったサンフレッチェです。前線に佐藤久人が待っていますが、ここがカットしました。浦和レッズ、田中達也へのボールは繋がりません。中盤での攻防です。オリンピック代表の柏木ボールをキープしています。そして日本代表の小野です。小野は右サイドに入っています。相馬さん、はい、小野も帰って日本代表では左サイドでした。
中2日空けて右サイドを担当するというね、この本当に目まぐるしくこのポジションが変わっているという駒野ですね。そうですね、ただ、本人はね、右の方が得意でしょうし、はい、右からのクロスって、ね、本当に威力ありますからね、前節でも素晴らしいアシストしましたし、はい、そういった意味でも右の方がやりやすいんじゃないかなとも思うので、はい、いいところ出してくれるんじゃないかなと思いますね。真ん中に入っている戸田です。戸田のヘディング、そして森崎和幸です。ここに駒野です。日本代表の駒野、そして森崎和幸が前線に蹴り込んでいきますが、これは繋がりません。レッツの3バックは20番の堀之内、そして真ん中にトゥーリオ、向こう側に坪井です。ここはほとんどプレッシャーをかけませんでしたが、繋がりませんでした。前半の2分を経過しています。サンフレッチェ広島と、そして浦和レッズの一戦です。サブのメンバーをご覧いただきましょう。浦和レッズの方は小野伸二、さらにはワシントンが怪我から戻ってきました。レッズに来てから初めてのベンチからのスタートになりました。金田さん、はい、このワシントンをどこで投入してくるか、それも一つの楽しみですね。まあ、そうですね、はい、ベストコンディションではないと思いますけど、ベンチにいる以上はね、オジック監督もある状況下の中ではワシントン投入ということは当然考えているでしょうからね、はい、左の内転筋を痛めていましたワシントンですが戻ってきました。レフリーをご紹介しましょう。主審は西村、副審は相良と西尾、第4の審判として石川です。さあチャンスになった、誰が出すや、ここは正面をついてしまいました。いやちょっと今のはね、戸田不用意でしたね、座り落としたと思うんですけれどもね。決定的チャンスを迎えました浦和レッズですが、田中達也のシュートはキーパーの正面でした。青山から右サイド、ここにオリンピック代表の柏木です。駒野、そして森崎和幸とボールをつないでいます。サンフレッチェは相馬さん、現在13位という順位ですが、ちょっと失点が多いんですね。そうですね、この守備の方のね、はい、立て直しっていうのは非常に重要だと思いますし、はい、そこでストヤノフがね、加入しましたので、その部分でこうベースアップができればなと思うんですけれどもね、はい、さあ右サイド、駒野がボールを持って抜け出してクロスを上げる。ここは堀之内です。もう一度カットした、素早い出足はオリンピック代表の青山です。青山、そして青山が突破からクロスを上げてきますが、ここは鈴木啓太です。今一つ青山が素晴らしいカバーを見せました。オリンピック代表のこのボランチの青山です。オリンピック代表といいますと、梶山が怪我、そして本田拓也が結局出場停止ということで、金田さん、はい、次のカタール戦は本当にボランチ不在という中で、この青山にかかる期待というのは本当に大きいんですよね。そうですね、中盤の底にいてディフェンスとの連携と、あるいは攻撃になった時のビルドアップに絡むポジションですよね、はい、そこに青山都市はかなり期待されてますからね。そうですね、次はカタール戦アウェーですけどね、頑張ってほしいなと思います、はい、さあ右サイドは山田、切り返す、ボールを奪ったストヤノフ、ジェフから移籍をしてきましたストヤノフです。佐藤千里が絡んで、そして森崎浩二がこの位置です。広島はここからどうやってボールを組み立てていくか、ここでトゥーリオです。トゥーリオから、そして堀之内、鈴木啓太です。強行日程の中、鈴木啓太も広島にやってきました。鈴木啓太から前線、長いのボール、長いのシュートを打った、これは外れました。鈴木啓太から相馬さん、今1本のパスでしたね。そうですね、鈴木啓太がちょっとねフリーになってましたので、はい、そこで長いがねいい走り出しでしたね、はい、ディフェンスとの間に入るような動き出しだったんですけれども、はい、そこにいいパスが出ましたね。ワシントンが先発起用されるのではという報道もありましたが、今日は永井が先発です。レギュラー争いが非常に厳しいという浦和レッズです。ウェズレーが初めてボールに絡みましたが、ここはつながりません。ウェズレーボールを奪った、現在リーグトップの16点を挙げているウェズレーです。ボールをキープしています。今一旦失ったんですが、相馬さん、はい、すごい強さでしたね。そうですね、ああいったところのね、体の寄せっていうのはちょっとね、はい、日本人にはない強さというのを持ってますよね、佐藤久人のコンビ、うん、さあウェズレーボールを持って右足のシュート、ここは坪井のブロックです。そして佐藤久人はボールをキープできません。これを抑えたのはサンフレッチェ、青山ボールを返して、3バックは金田さん、戸田が真ん中に入ってますね。そうですね、左ストヤノフ、それから右が森崎ですね、はい、
まあ、ちょうどサンフレッチェのいい形の中でウェズレーと佐藤両フォワードの距離関係というのがあるんですけど、まあ、今のように中盤からもらったボールを佐藤が手前でボールを触らずにスルーして、はい、相手のゴールに近いサイドにいるウェズレーにボールを渡しておいてそこに絡んでいく、はい、まあ、そういう形がね結構いい時は見られますからね。そうですね、はい、コンビがいいとね強力ですよね。さあトゥーリオはカットして上がっていく、トゥーリオ上がっていく、右サイド長井です。トゥーリオがそのまま前線に上がっていきます。さあ長井のクロスからトゥーリオに届くかどうか、ここは届きませんでした。トゥーリオも日本代表のオーストリア、それがここをカットしました。長井から田中達也、もう一度長井です。長井ボールをキープ、トゥーリオのボールが渡った、駒野クリアしています。気温が32度と発表されている広島ビッグアーチはここはヘディングでクリアしています。ここはレッツボールに変わります。前半の7分を経過しています。トゥーリオが上がっていきました。さあウェズレーです。ここはフリーの状態です。トゥーリオはまだ戻っていません。トゥーリオがいないレッツ、コマノのクロスからニアサイド、ここにトゥーリオがいます。やはり疲労も残っているんでしょう。ここにコマノ、まあ、その疲労の部分でね、あの一度上がると戻るのはちょっとね、今日は少しスピード落ちるかもしれないですね、まあ、サンフレッチェとしたらそこは狙いどころでしょうね、はい、佐藤久人、ここはうまいプレーを見せましたが、やはり坪井が読んでいました。金田さん、はい、坪井と佐藤久人は日本代表でもサブ組でずっと一緒に練習をしてきて、はい、練習でもずっと練習をしてきたんで、もうお互いのいいところ分かってるんだということを言ってましたね。まあ、そうですね、癖はお互いに分かってるでしょうね。佐藤久人もその対戦を非常に楽しみにしていました。一旦後ろに対して坪井です。長井、もう一度坪井です。首位のレッズがさあ残り10試合に向かってこのどんなゲームを見せるかという広島戦です。長井から田中達也、右足のシュートは浮いた、ここは浮いてしまいました。田中達也も強行日程です。水曜日の朝にスイス戦を終えて今日の一戦を迎えています。さあそれでは試合前の両チームの表情を聞いてみましょう。今日のピッチリポーターは新井真希アナウンサーです。新井さん、はい、まずはサンフレッチェ広島ペトロビッチ監督ですけれども、早く残留を決めたい、そのためにもこの試合での勝ち点3は非常に大切だと話していました、はい、選手たちも浦和が相手なのは勝てば自信にもなるし今後のためにいいきっかけになる、今日は90分間走り負けたくないと話していました、はい、対する浦和レッズ、こちらもですね連敗は避けたい、流れを早くまた取り戻すためにもこれは勝ちたい試合には変わりはないと選手たちは話しています、はい、木曜日の夜にオーストリアから帰ってきた代表組はさすがに疲労の色は隠せないようでしたけれども、ただその疲れを吹き飛ばすためにもこのアウェーでの試合しっかりと勝ち点差を取って帰りたいと話していました。今日のピッチリポーターは新井真希アナウンサーです。相馬さん、はい、鈴木啓太も話していましたが、やはり勝ち点3を取って新幹線に乗るのは全くこう気分が違うんだということを言ってましたね。いや、まあ、それは全然違うと思いますね、長いですからね、いや実際に引き分けとかね、はい、特に負けになってくるとレッズの場合は前節大宮に負けてるんで2連敗ですよね、はい、残された10節の中で連敗できないですからね。そうですね、そのチームは前節9月1日はまさかの大宮に敗戦という形になりました。まあ、サンフレッチェも一緒ですよね、そんなに心配されてませんけど、勝ち点を考えれば、はい、だけど連敗するとずるずる下に行く可能性十分ありますんで、そうですよね、今のサンフレッチェの守備の、ね、はい、失点率を考えたら、はい、ちょっとこう連敗が続くとまずいかなっていうチーム状況に陥る可能性もあるんでね、はい、その辺はやっぱりしっかり今日のゲームはホームゲームですし勝ち点を取りたいところですね。そうですね、まあ、できれば3がいいんですけどね、はい、ペトロビッチ監督は相手よりも多く走る、球際に勝つ、そして規律を持ったサッカーをすればこのクオリティの差は埋めることができるんだということを言っていました。いやフリーですね柏木、尾崎浩二、そして柏木だ、ボールを持ったオリンピック代表が、ここはウェズレーのコントロール、鈴木啓太のクリアです、まあ、ああいう形でゴール前でね、あのサンフレッチェの27番の柏木がボールを持つと、はい、まあ、オリンピック代表でもねそういうアイデアのあるプレーが多いんですけど彼は、楽しみですよね、何かしてくれるっていうね、オリンピック代表のカタール戦を見たペトロビッチ監督からあれだけ頑張れるんじゃないかということを言われたというと言ってましたね。まあ僕も当然見てますけど、はい、
頑張りは評価はできますけど、もっともっと彼の力考えたら、はい、入ってきた大山、おっと抜けた、青山敏弘、ここは続きです。いや、いいプレーですね、青山スルスルっと入ってきました。そして右サイドは駒野、平川との勝負、ここは平川カバーに入っています。ルーズボールはポンテです。ボランチの青山敏弘がスルスルっと入ってきました。そうですね、先ほどの、ね、青山のね、あの最初にもいいカットあったんですけども、ありましたね、まあ、本当次のねカタール戦に向けてじゃないですけれども、はい、ちょっとそういう気持ちが入ってるかなというプレー出てますよね、ああいうプレー増やしてほしいですよね、はい、特に今度中盤がいないんでね、はい、青山チャンス出てくると思うんで、この間のカタール戦でも本当にいいプレー、短い時間でしたけど、らしいプレーがたくさん出てましたんでね、最終予選に入って本当にチームの雰囲気がオリンピック代表変わったそうです。その中でこの危機をみんなでカバーし合いたいんだということを昨日の練習など話していました青山敏弘です。まあ、今日レッツの組み立ての中で、はい、まあ、こういうふうに田中達也あるいは永井のところにくさびのパスを入れてですね、縦パスを入れて、はい、収まったところに対して前を向いたポンテとかね、まあ、長谷部あたりがチーム全体を押し上げていけることができるんですけど、はい、ポンテのところでかなり不用意に取られてるシーンがね、田中達也のシュート、スーパーゴール決まりました、日本代表田中達也、これは強烈やな、目の覚める一発、いやーすごいですね、あれはちょっと寄せる間もなかったのかな、もうもちろんシュート褒めるべきなんですけどね、ちょっとね距離があったのでという気持ちがあったかもしれないですけどもね、まあこれはこのシュートを本当に褒めるしかないぐらいの素晴らしいシュートなんですけどね、もうちょっと相馬さん、そうですね、やっぱりこうシビアなところで言うと寄せがないとね、はい、なるほど、そこのマークですよね、さっきから立ち合いからミドルシュートというか田中達也は2本目を狙ってますんでね、意識が相当高いっていうのをもう少し入るできたらね、はい、まあホームの広島が先行されるとちょっとやっぱ苦しいんじゃないですかね。そうですね、レッツは素晴らしい形で1点を先制しました。日本代表田中達也のゴールです。相手を崩すところまで行ってなかったレッツが、はい、こういうミドルシュートで先行できるっていうのは本当に大きいと思いますよ。そうですね、流れとしてはね、やっぱりサンビッチの方が守備の出足も良かったし、はい、ゴール前も人を揃えて、ね、そういう攻撃が見られてたんだね。ウェズレーから駒野です。さあチャンスになる広島、駒野のクロスは向こう側です。遠いところ服部コート、そしてここにストヤノフ上がってきました。攻撃力が持ち味のこのストヤノフです。ここはスローインになりました。さあ相馬さん、はい、この1点の持つ意味というのは両チームにとってどうなんでしょうか。まあ、まだこの時間帯が早いですから、当然レッツもね、あの守りに入るということもないでしょうし、はい、そういうところはあるんですけれども、ただ守りにある程度ね守ろうと思ったら守りきれる自信というのをレッツは今持ってますからね、まあ、そういう意味ではちょっとねこの1点はできるだけ早くサフレッチは返したいなというところだと思うんですけど、ね、そうですね、トゥーリオが懸命に指示を送って前半の15分を経過しています。今ウェズレーが倒れていました。佐藤さん、はい、そのあたりトゥーリオ選手も話していたんですけれども、最低でもゲームの中でペースを握っていたい展開にはしたいというふうに言っていたんですけれども、はい、あの相手のフォワードが強烈ですし、先制点を取られたら大変、自分がオーバーラップするような展開にはなってほしくないと言っていたので、なるほど、今の点はかなり助かったのではないでしょうか。はい、トゥーリオ自身もこの3日間は 1,2 時間しか毎日寝てないそうです。その中で今日のゲームに臨んでいます。そしてカレナさん、レッツは来週 ACL の決戦を控えてますね。そうですね、まあ、そこも日程的には大変なんですけどね、はい、まあ、チャンピオンの宿命ですよね。そうですね、レッツはここから5連戦が続きます。その厳しい日程の中戦っていくオジェック監督です。だから前線今日はなかなかポンテがボールを持つ機会がありません。ポンテが久しぶりにボールを持って永井にさばいた。永井から左サイド、平川だ、平川のクロスから右サイドは山田です。山田
中には長谷部、そして鈴木啓太が後ろ、その日本代表鈴木啓太にボールが渡って、ここに堀之内です。レッツが徐々にペースを握ってきました。高いボール、トゥーリオ上がっている。いつの間にかトゥーリオ上がっていました。ちょっとストヤノスが挟まれましたかね、下田とトゥーリオに。いい応対してましたよ、でもね、このシーンです。堀之内からロングボールが入ってきました。そこに下田、そしてトゥーリオ、その間にストヤノフでした。現在失点が51と、相馬さん、はい、広島のこの失点というのはリーグナンバーワンなんですよね。うん、そうですね、まあ、そのあたりね、どの辺に問題があるのかというところは、はい、当然監督を含め、ね、チーム内でもいろいろあるとは思うんですけれども、はい、まあ、先ほどもね、金谷さんが指摘されたように、ああいうミドルシュートとかでも簡単に、ね、やらなくてもいい形といえばやらなくてもいい形なんですよね、もう少しこう厳しくできればというところはあると思うんですけどもね、はい、平均失点は2点以上という広島です。ボールが残った、ポンテ、ポンテがボールをキープする。ここに堀之内です。堀之内、田中達也、先ほどスーパーゴールがありました。田中達也、いい仕掛けですね。ここはイエローカードが出ます。いや、カードは出ませんでした。素晴らしい突破を見せたんですが、ここは体をぶつけていきました。金谷さん、このキレという部分ではいかがですか。まあ、そうですね、体重的には非常に厳しい中でね、この選手を取っていい活躍していると思いますけど、はい、まあ、そういうディフェンダーがいても、自分がドリブルで抜いていくコースっていうのを瞬時にこう嗅ぎ分けるっていう力はね、はい、あるいはボールタッチが非常に少ない、あのタッチ数が細かいんでね、相手のディフェンスもここで取りに行きたいといったところでなかなか足が出せないという、そういう特徴を田中達也持ってますよね。はい、ポンテから近いサイド、佐藤久田のクリアです。ウェズレーが残っています。坪井がつないだ。ここに鈴木啓太です。平川、レッツがよくボールが回るようになってきました。田中達也、そしてポンテです。現在トップの浦和レッズ、8点1の差でガンバ大阪が追っているという順位です。残り10試合を迎えた J リーグですが、レッツが首位、そしてガンバ大阪が51で追っています。鹿島、清水、新潟と続くこのトップ争いですが、狩谷さん、はい、残り10試合でやはりこの5チームでしょうかね、優勝争いは。数字的にはそうだと思いますし、まあ、僕は現実的にはもうレッツとガンバ大阪の一騎打ちだと思ってますけどね、はい、ただ相馬さん、はい、レッツは鹿島、清水、新潟戦をまだ残しているんですよね。まだね、直接対決があるという意味では、はい、本当これからもね、面白いですよね。鈴木啓太がこの位置です。鈴木啓太、日本代表駒野、柏木、駒野、中盤でボールをつないだ。ここもミスになりました。青山のミスがありました。さあ、そして長谷部です。ボランチの一角、長谷部、左サイド、平川、今日は左サイドに平川が入っています。相馬はベンチからのスタート。長谷部、田中達也、もう一度長谷部です。長谷部も日本代表復帰を目指しています。平川から近いところ、ここは弾いた。アイデア面白かったですね。面白いことをしましたね。あのタイミングで出されると守っているディフェンダーもちょっとずれますよね。そうですね、キーパーの下田もずらされましたよね。レッツがずっとボールを回している。10番のポンテから、長いのヘディングは、ここはゴールキックに変わります。最後は体を伸ばして長いが突っ込んでいきました。今レッツがですね、ずっとこううまくペナルティーエリアのこう外側のところをうまく使ってるんですよね。そこに簡単に流れたところに、選手に流れたところにボールを流し込んで、そこでこう起点を作ってるんですよね、はい、そこから簡単にまたクロスとかパスが入ってきますから、まあ、ちょっとそのまず流れられるところを抑えたいところですね、サーブレッチはね、はい、長谷部、
狙うか、この位置です。一旦下げました。堀之内、確かに流れの中で全くボールを奪うことができません。広島、浦和レッズ、堀之内、闘莉王です。気温が上がった今日の広島ビッグアーチです。金谷さん、日本代表勢にとっては涼しいところからこの暑いところに来た、相当ダメージがあるでしょうね。そうですね、なんといっても時差、暑さ、睡眠不足、その個人差ありますけど、はい、きついと思いますよ。佐藤さん、はい、ピッチサイドですけれども、手元の時計では今35度を超えていますね。時折強い風が吹くんですけれども、はい、ほぼ無風状態で、はい、真上から太陽が照りつけてきて、本当に立っているだけで汗だくですし、自分の体温がどん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 上昇しているのが分かります。本当にじわーっとした暑さですね。睡眠不足、そして移動がありました日本代表勢6人です。その中で一昨日の夜に帰ってきました。大変な移動です。その中で残り10試合を迎えた J リーグです。前半の22分を経過しています。レッズが前半12分、田中達也のゴールで1点先制。もう今日は 3,4 本シュートを打っている田中達也です。第1戦のオーストリア戦は71分間の出場、その後のスイス戦は出場がありませんでした田中達也。さあレッツがチャンスを迎えた。ポンテから堀之内か、長谷部、2点目は長谷部、最後はヘディングで流し込みました。2点目はセットプレーでした。まあこれも決めたね、長谷部を褒めなきゃいけないと思いますけど、はい、もう少し応対しているディフェンダーが体を寄せて、こんな簡単にヘディングさせないということをやらないと。折り返したのは堀之内でしょうかね。堀之内ですね。ただまあここちょっとね、下田がまあ出てってますからね、はい、そこのところで意思の疎通がうまくいかなかったのか、ちょっとね、全体的に今日のゲームだけじゃなくて、はい、やっぱり休み明けのサンフレッチェのディフェンス見るときに、今日の田中達也の守備に対するね、例えば爪であるとか、はい、さっきもあったんですけど、サイドから上がってくるところの爪と、うん、そこでキーパーディフェンスラインの前に入ってきた永井に対するやっぱりポジショニングですよね。前取られてますから簡単に、 その辺のね、相馬さん、はい、厳しいところのポジショニングっていうのがちょっと欠けてますよね、ゲームの中で。人はいるんだけど、そうですね、人がいるけれども、うん、結局こうマークができてないっていう状況が、まあ、失点に結びついてるっていうのがね、ここまでの時間でも現れてますからね。はい、一方の攻撃はどうかというサンフレッチェですが、ストヤノフ上がっていきます。フォローが欲しいところ、ここに駒野、そしてオリンピック代表の柏木、つないで、さあ青山からストヤノフ、出しどころがありません。そしてここでファールになりました。サンフレッチェの攻撃ですが、カレナさん、まあ、やっぱりちょっとビルドアップの段階で簡単にボールを失うっていう部分があるんですけど、はい、前半から立ち上がり点を取られるまでは非常に守備も安定してて、はい、縦パスに対する出足が良くてですね、インターセプトからカウンターに仕掛けられるタイミングっていうのは何本もあったんですけど、はい、ちょっと暑さもあって、うん、なかなかフィニッシュの形まではいかなかったっていうところだったと思うんですよ。リズム的には僕は立ち上がりはサンフレッチェの方が良かったと思ってるんで、はい、そこをうまく活かしてフィニッシュで終わる形が取れてればなっていう後悔は今選手たちはもしかしたらあるかもしれませんけどね。このチームがワンタッチ、ツータッチで人もボールも動かしてね、はい、連動したサッカーができて攻撃に入っている時は美しいですからね、そうですよね。サンフレッチェの攻撃がリズムあって、ね、楽しいんですよね見てて、はい、まあ、そういうところちょっと多く出してほしいなと思いながら見てるんですけどね、はい、1ヶ月前の8月1日のレッツ戦でも非常に65分までは相馬さん、はい、サンフレッチェペースでしたよね。そうですね、まあ、サンフレッチェも、ね、完全にリズム掴んだゲームでしたからね、はい、その戦いが90分できれば今日も勝機はあるんだとどの選手も話していました。ただ前半26分まで2対0になりました。
前半の12分に田中達也、そして23分に長谷部のヘディングシュート決まっています。ロングボールはこれは繋がりませんでした。この試合に入ってからですね、サンフレッチェの方は、まあ、押し込まれていることもあるんですけれども、はい、その押し込まれた後取ったボールをそのままレッズがですね下がるというよりもその場で奪いに来るんですよね、はい、そこでボールを前に運べない、ロングボールを蹴るしかないという状況で、まあ、失ってしまっているという感じですよね、はい、平川が入っていきます。平川、ポンテ、フリーで山田がボールを受け取った。山田と服部の勝負です。中に入れてポンテ、田中達也、何か自由に浦和レッズがボールを回している印象。突破してきました。左サイド、長谷部から中央、ここは誰も触れませんでした。レズレーがボールをキープする。まあやっぱりこうちょっと大谷見てると駒野もね、きつそうですよね。なるほど、うん、ちょっとねそういうところもあるかもしれないですね、今の簡単なワンツーでね、はい、置き去りにされてしまうっていうのはあまり見ないですからね。ただやっぱり今日のサンフレッチェはスタジアムを見てもね、スタンドにサンフレッチェのファンがすごく入ってくれてますからね。そうですね、まあ、前半のうちにでもとにかくまず1点、はい、返しておきたいところですね、いいカットだ。さあこれカットしました。ここでスピードアップを本当したいところなんですけど、そうですね、いいボールだ、ウェズレイ、さすがだね、のスライディング、素晴らしいスライディングでした。このファールなしで止める技術というのは素晴らしい坪井です。まだサンフレッチェボール、ストヤノフクロス入ってきて佐藤したとですが、そこまでボールが繋がりませんでした。まあただディフェンス応対してて、佐藤久人のポジショニングも見ながら、はい、ウェズレーに出てくるパス、はい、で彼を捨てて応対に行ったっていうのは相馬さん結構判断がね、そうですね、森崎浩司、いるところですもんね、まあ、読みの部分だと思うんですけど、非常にね、集中してここまですごいねプレーしてますよね、ただまあここのシーンもね、森崎浩司のいいカットからそこから、まあ、インターセプトからですね、はい、非常にウェズレーとのいい関係を作ったスルーパスだったんですけどもね、まあ、本当坪井が素晴らしいスライディングを止めたなという感じですよね、日本代表では出番がありませんでした、その坪井です。多分スケジュール的にはきついと思うんですけれども、日程的にですね、はい、坪井であったり田中達也もスイス戦出れませんでしたしね、はい、まあ、そういうなんか気持ちみたいなのがこの試合でまずその悔しさを出そうというかね、そういうのもあるんじゃないかなという、そういう感じも見えるんですけどもね、はい、まあ、どの選手もこの疲れている中では気持ちが大切なんだということを言っていました。左サイド服部です。まあ、なんとかこういう服部とか熊野がね、はい、まあ、時間をかけないで相手のゴールに目指していくっていうカウンターも必要なんですが、ある程度こう押し上げた状況の中でね、はい、彼ら両サイドがうまく上がっていって得意のクロスが上げれるシーンをサンフレッチェの方は作りたいところですよね。うん、青山、そして服部です。 J リーグフル出場が前節までで122試合になりました服部です。さあディフェンスラインでボールを回しています。前半の30分を経過しました。2対0と首位のレッズが2点のリード。2007年の J リーグは全体の3分の2を消化しています。残り10試合になりました。その中で首位の浦和レッズがどんな戦いを見せるか。 ACL アジアチャンピオンズリーグも含めまして本当にこ の残りの10試合、さらには ACL、非常に重要な戦いが残っている浦和レッズですが、ここはオフサイドになりました。まあただ今のは狙い目ですよね、やっぱり足元を受けて相手のディフェンスの抵抗を受けるんじゃなくて、はい、長谷部がボールを持った瞬間に裏を狙える技術を持ってますんでね、平川はその裏取りましたけど、はい、
まあそこの裏を使われると日程的にこう苦しんでいる駒のあたりはきついと思いますからね。そうですね、平川はそういうことをどんどん狙った方がいいと思いますね。ストヤノフ、そして中央に戸田です。右サイドは森崎和幸、ここに駒野、いい形ですね。面白い。森崎和幸からさあ柏木だ、オリンピック代表の柏木切り返した。ここはコーナーキックになります。まあせっかく読んでたんでね、せめてすれば左利きの柏木。そうですね、ちょっとそこ読んでましたよね今のもね、切り返してくるとね、しかしコーナーキックのチャンスを得ましたサンフレッチェ。さあここは青山俊弘がスルスルって寄っていきました。ショートコーナーはありません。巻いてきた、いやー、これは外れてしまった。メズレ、そうですね、メズレとしたら珍しいと言ってもいいかもしれないですね。返してほしかったね、ただボールはいいですよ、スピードあって。そうですね、キーパー出れませんもんね。そうですね、完全にフリーで入りましたね。無人のゴールに流し込むだけでしたがベズレイ。いやここのところずっと調子がいいんでね、決まったかなと思いましたけどね。ベズレイここは外れてしまいました。現在リーグトップの16ゴールを挙げていますベズレイです。そもそも35歳になりましたが健在ですね。いや本当そうですよね、まあ、決定力というのは本当にね続けてますよね、はい、J1 の通算得点ランキングでも。さあここは山田切り返した。山田の左足はここは狙いませんでした。シュートまで行きません。青山俊弘、さあ佐藤久人です。久人、長谷部がプレッシャーをかけました。佐藤久人が久しぶりにボールを持ちました。やはり疲れはありますと佐藤久人も言っています。その中でゴールを狙っていく佐藤。ここは柏木のファウルがありました。佐藤さん、はい、その佐藤久人選手は坪井選手との対戦を非常に楽しみにしていました、代表のサブ組でも一緒にやってきたので、はい、お互いのいいところをよく知っているからその坪井選手から取ることに意味があるんだと、力強く語っていましたね、はい、あの8月1日相馬さん、はい、前回のレッズと広島戦のあの時も坪井のマークを久人が一瞬外してゴールを決めました。まあね、そういう、こうライバル心っていうかね、あると思うんですけどもね、はい、その時ももうアジアカップからですもんね、いい動きだ。田中達也、中にはポンテが待っている。そのポインテにあったー、よく見てよく合わせたね。そうですね、ピンポイントでポンテに合わせていきましたがわずかに外れました。いや今の最初の田中達也の裏への抜け出し方も含めてね、完璧な形だったんですけどもね、まあ本当に簡単に相手を離しているようで実は離す前の動きでね、一旦引いてきてね、相手のディフェンスを釣り出してスペースに飛び出してるんですけど、はい、まあ、非常にいいタイミングでした。ボールも良かったですよね、そうですね、少ない人数で攻撃をしていきましたレッツです。まあ、サンフレッチェはですね、はい、少し、まあ、先ほどずっと押し込まれてた時間からですね比べると、はい、ラインを上げるように努力してるんですよね最終ラインが、はい、ただそれに対してレッツは裏を今のように一発で取る動きでね、来てますから、はい、そこのあたりでこれまたラインを下げられないように頑張らないといけないと思いますしね。ここから先サンフレッチェのラインがどの辺にこうやって高い位置でね、はい、キープできてボールにプレッシャーをかけられればいいと思うんですけれども、裏を取る動きに下げられないかそこを、ね、今後も見ていきたいですね、はい、やっぱり下げないためにレッツがボールを持っているその中盤ディフェンスラインでボールを持っているところにサンフレッチェの選手ができるだけプレスをかけられるかっていうところですよね、そういう前提ができるかっていう、まあ、このアッサの中では非常に厳しいですけど、それをやってできるだけ高い位置でボールを取ってシュートにつなげたいというところなんですよね、はい、そうですね、その守備そして攻撃が前半のうちにできるんでしょうかサンフレッチェ広島。
前半の36分を経過しています。首位のレッツが2点のリード、首位のレッツとそして13位の広島の一戦です。ここに坪井、後ろでつないでいるトゥーリオです。ポンテのボールキープ、ここはファールはありませんでした。戸田、そして森崎和幸、かなりラインを上げてきましたサンフレッチェ。森崎浩二が絡んだ、佐藤久人フリーだ、フリーでボールを受け取ってどうするか、左を使った服部、いい展開だ、サンフレッチェ、ウェズレイ、いやいいボールしたけどね、ちょっとウェズレイが準備できてませんでした ね、 今 ね、 ね、うん、さあこの時間帯はよくボールが回っているサンフレッチェ。森崎浩二、浩二から森崎、縦へのボール、ウェズレイボールをキープした、うん、ウェズレーにしては珍しくコントロールミスになりました。そしてポンテ、向こう側長井が大股、うん、このスピードを生かした長井、ボールがつながってシュートを打った、完璧、素晴らしいカウンターアタック。今長井も 50m 以上走ったんじゃないでしょうかね。いや最高に嬉しいでしょう、あのポンテのねラストパス、スルーパスも非常に精度高くていいパスだったんですけど、はい、ちょっとこのね暑い時にフォワードっていうのは裏も狙うんですけど、やっぱり長い距離走りすぎてついつい止まりたがるんですよ、足元で欲しがるんですよ、なるほど、はい、もう一回作り直したいと。だけど相当これ覚悟の上で走ってますから、その腕点になってますしね、これ長い嬉しいですよね、いいプレーですね。ストヤノフもね体を寄せたんですけれども、はい、体がねちょっとねバランスも崩れてるんだけども、落ち着いてニアサイドをねよく抜きましたよね今のは。これはちょっとあの技術的にもねあれだけトップスピードって長い距離走ったら本当シュートの時に崩れやすいんですよ、はい、体って流れやすいし、よく決めてますよ。素晴らしいゴールが決まりました。本当に裏に相馬さん、大きなストライドを生かして、はい、走っていきました。いやー本当にねハーフラインよりも手前からね走り出しましたからね、首位のレッツが3対0とリードを奪いました。長谷部、田中達也、金谷さん、まあ、広島もいい時間帯だっただけに、そうなんですよ、だから前半のうちに時間がなかったんだけど1点返したいねっていうゲームの流れだったんですよね、広島からすればですよ、はい、ただそこで1本のね、はい、あのワンプレーであの長い距離とあのスルーパスで1点追加点取られてしまうと、はい、本当にサンフレッチェ厳しいですね。まあ、ラインを上げることで、ね、リズムは作り出していたのでね、はい、そこに対して裏を取られるというのはね本当、まあ、厳しいなといえば厳しいんですけれども、ただ同じプレーを、ね、自分たちのやり方っていうのをやっぱ続けていくしかないと思いますからね、はい、まずなんとか前半のうちに1点取りたいですね。ウェズレイ右サイド、駒の日本代表、右足の正確なクロスだ、ここに森崎和幸です。森崎浩二、縦パス、柏木、少しプレッシャーがありません、レッツ、駒野、森崎浩二、青山、さあ前に行きたいサンフレッチェですが、柏木、ここに戸田、キャプテンマークを巻いている戸田、どうやって崩すか、服部、オリンピック代表の柏木、崩せないウェズレイ、うん、自分でいった、いやすごい、これは素晴らしい、3対1キャノン砲炸裂、いやあのヘディング外したっていう責任感というかね、すごいっすね、でも今のはこれは素晴らしいゴールだ、この振り抜きでこの爆弾シュートですからね、半端じゃないっすよ、すごいですね、いやー一回止まってからねここで飛び込ませて、そこからのこのシュートは、いやーもうキーパーかわいそうですね、あれは真ん中来ても取れないね、糸を引くように本当にサイドネットに突き刺さりました。
さあこれで3対1になりました。佐藤さん、はい、両監督も対照的ですね。ペトロビッチ監督はもう試合が始まった時から、ピッチサイドで指示を細かい指示を出し続けているんですけれども、はい、今も決まった後も喜びの表情は見せませんでした。対するオジェク監督は、まあ、ちょっと悔しそうにしたんですけれども、その後落ち着いて今ベンチの方で戦況を見守っています。はい、ずっとこのピッチサイドにいるペトロビッチ監督です。3対0から1点返したサンフレッチェ。相馬さん、はい、決めたウェズレーがいち早くこうハーフウェイラインに戻って試合を始めようとしていた姿が印象的でしたが、まあね、まず、はい、1点まだ足りないです。1点じゃ全然足りないですからね、前半のうちにもう1点ぐらいという、ね、気持ちあるんじゃないでしょうかね。はい、ボールを動かす感じとしては自分たちがキープできるようになってきた、はい、まあ、それでレッズも3点目を取ったことで少しこう先ほどもこうボールをそれを取りに行かないといいますかね、はい、そういったところも見えたので、まあ、チャンスが出てくるんじゃないかという気持ちがあるんじゃないでしょうかね。これでまた試合が面白くなりました。鈴木啓太、右サイド山田、残り2分少々。首位のレッズと13位のサンフレッチェ広島の一戦です。山田、残り10試合を迎えた J リーグ、このポンテです。ポンテの個人技、ストヤノフ読んでいました。ジェフから移籍をしてきましたストヤノフです。さあそしてウェズレイ、ウェズレイの突破、ここはウェズレーです。さあサンフレッチェが残り時間で1点返すことができるんでしょうか。素早いリスタート、ウェズレー、森崎浩二、いやーいいボールだ、佐藤久人をトラップして、トラップを選択しました青山。いいパスでしたね、コマノ、ウェズレー、コマノ入ってきた、コマノがどうするか、コマノ右サイドを突破してくる、切り返しました、一度後ろに返したコマノ、青山、これも最終ラインです。さあ前半のうちにもう1点返すことができるか、ストヤノフ、そして戸田、キャプテンマーク、右サイド駒野、さあ日本代表駒野どうするか、早めにクロス上げた、佐藤久人、ここはオフサイド、わずかに出ていました。いやオフサイドですけど、この駒野のね、このプラスのボールっていうんですか、キーパーとディフェンスラインの間に入れるボールっていうのはね、本当素晴らしいボールですよね。いつもそうですね、ぴったりですね、ここの佐藤久人の動き出しとね、本当二人合ってるんですよね、いつもね。トゥーリオも完全に遅れていました、わずかに出ていましたが、本当に可能性を感じるこの日本代表のホットライン、駒野とそして佐藤久人です。8年間勝っていないという浦和レッズに対して、さあその伝統を早く破りたいんだと2人の選手も話していました。99年以降ご覧の成績です。99年の3月27日に広島は4対1と浦和レッズに快勝して以来、実に1分け11敗です。引き分けを挟んで11連敗という広島。前半のタイムは2分です。ロスタイムは2分、その中で前半のうちに早く1点を返すことができるかどうか。ここにポンテです。もう前半時間を使おうという10番のポンテ、堀之内です。山田、もう無理はしません。浦和レッズ、トゥーリオ、そして坪井です。前半の12分に田中達也のゴールでレッズが先制、23分に長谷部のヘディングシュートで追加点、さらには長いのボール決まりました。しかし40分にウェズレーのゴールで3対1です。鈴木啓太、ここに山田、
相馬さん、もうレッズはこのままでいいというこのボール回しですか？いや、まあチャンスは狙ってるとは思うんですけれども、まあ、サンフレッチェの方も、まあ、このコンディションの問題ですね、暑さの問題とか含めてですね、はい、それほどボールを、ね、奪いに来ないので、まあ、そういう中ではなかなか間に、ね、無理してボールを突っ込んでいくということはないなという感じですけどね、はい、こう一人選手が倒れています。山田が倒れています。左の肩を押さえています。前半のロスタイムは2分です。首位の浦和レッズとそして13位のサンフレッチェ広島の一戦です。ここは立ち上がりました。前半に4つのゴールが生まれました。いずれも素晴らしいゴールです。今ロスタイム2分経過。ここに堀之内、ここでホイッスルです。前半が終了しました。 J リーグ第24節広島ビッグアーチのサンフレッチェ広島対浦和レッズの一戦は3対1、首位のレッズが2点リードで折り返します。 J リーグ後半戦に入っています。サンフレッチェ広島と浦和レッズの一戦で3対1で後半戦です。広島がまずチャンスを迎えましたが得点なりません。田中達也、そして長谷部、永井の3ゴールがありました。レズレーが1点返した広島、3対1で後半戦に入っています。後半戦両チームの交代はありません。日本代表の合わせて6人はこの後半のピッチに全て立っています。鈴木啓太、そして坪井です。また強い太陽が照りつけてきました。本当に気温が上がった今日の広島ビッグアーチです。強行日程の日本代表の6人にとっては本当に大変な日程、大変な試合になりました。しかしその中で全員が存分に力を発揮しているゲームです。首位のレッズ、そして13位のサンフレッチェ広島の一戦です。森崎浩二、そして戸田が上がってきました。森柏木、戸田がこの位置です。前へのボール、ウェズレー体を張った、チャンスになった、ウェズレーここは外れました。強いですね。完全に堀之内が前に出られるタイミングかなと思ったんですけども、ね、できそうだったんですけどね。このブロックですよね。まあ、下手すると本当にあれオブストラクション取られますからね。そうですね。ウェズレーの場合はそういうのないですからね。この1点が入ればというところのシュートでしたが、すごい力みましたね。そうですか。前半のシュートとは違ってね、そうですね、前半少しねすごいスピードでしたけども、はい、まあ、力が抜けた分ああやって綺麗なボールがいったんでしょうね。ほうほう、なるほど。力が入りすぎるとああやって上に行ってしまう、まあそれだけ力むって感じですよね。はい、力ってことだと思うんですけどね。2点目はなりませんでした。3対1と首位のレッズが2点のリードです。後半の8分です。まだ気温が30度以上あります今日の広島。佐藤さん、はい、ここで両監督のハーフタイムの指示をお伝えします。お願いします。サンフレッチェ広島ペトロビッチ監督は、次の1点を取ることができれば状況を変えることができる、うん、後半切り替えを早くすること、そしてバランスを考えてプレーすることという指示を出しています。はい、対する浦和レッズオジェク監督、大部分の時間帯我々のペースでゲームができている、はい、特に縦に厚みのある攻撃ができている、後半もこのまま集中力を切らさずに戦っていこうと言っています。はい、両チームの監督のコメントを伝えてもらいました。永井のドリブルです。永井の細かいところのドリブルでしたが、ここは駒野がカットしました。日本代表駒野、さあどうするか。ベズレーにボールを渡した、駒野が上がっていく。ベズレーがこの位置から逆サイドを狙った佐藤久人へのボールですが、つながりませんでした。駒野が長い距離を走ってきました。佐藤久人へのボール、ベズレーからのボールですが、つながりませんでした。まあ、佐藤なのか服部なのかね、上がって欲しかったっていう方のメッセージが強いんじゃないですかね。なるほど。
さあ、まもなく後半の10分を経過しますが、金田さん、この後半の両チームの入り方はどうでしょうかね。まあ、レッズの場合は2点リードしてるんでね、はい、うまく45分使って勝ち切ればいいっていう判断でゲームを進められますよね。相手の出てくる状況を見ながらそれに対してアクションを起こしていくっていうサッカーでいいと思いますけど、はい、サンフレッチェの場合はある程度こう裏を恐れずに、まあ、仕掛けていかないとね、まずは1点取らなきゃいけないっていうところですからね、はい、鈴木啓太から平川、縦への突破、抜けてきた、ストヤノフのクリアです。左サイドで本当に相馬さん、はい、平川と相馬が熾烈なレギュラー争いを行っている列ですね。そうですね、まあ、平川もね、ここ出た試合では非常に調子いいですからね、はい、結果を残してますし、今日もまたもう一つ結果欲しいなと思う、そういう、ね、勝負ですよね今のも、はい、8月15日から4試合は平川が先発、そして前節は相馬が先発でした。そして今日はまた平川が先発に復帰しています。佐藤さん、はい、浦和レッズベンチ動きがありそうですね、はい、小野伸二選手が先ほど呼ばれまして指示を受けていたんですけれども、はい、今はベンチの中で待機している状態ですね、はい、小野伸二がまず準備を始めたレッズです。うわ、長谷部、ここは滑り込んだ戸田、ボールを奪ったポンテです。マイナスのボール、ここに平川です。鈴木啓太がカバーに入る。田中達也どうするか、紫の壁を破るかどうか。ポンテ、シーのレッツ3対1リードを奪っています。長谷部から田中達也、いいボールだ、中へのボール、ここはクリアした、なんとかクリアしました。まあ人数的には長井にディフェンスの前に来てほしかったっていうね、中は長井しかいなかったんで、はい、そこにアサイドでしょうね、狙いがね、まあ、サンフレッチェで頑張ってあのラインを止めてるんですけれども、はい、そのスペースに、ね、田中達也が、ね、何度も入ってますよね。先ほどカイナさんがうーんって言ってパス当てなかったんですけれども、スペースいいタイミングで、ね、フリーで入ろうとしましたからね、はい、さあ右サイドからのコーナーキック、ポンテからトゥーリオヘディング、こぼれ球拾ったのは柏木、もう一度トゥーリオだ、トゥーリオどうするか。トゥーリオももともとはサンフレッチェからプロ生活を始めました。さあポンテが入って左足狙って、向こう側ヘディングは、ここはコーナーキックに変わります。さあレッツが4点目なるか、次の1点がもう試合を決めるような1点になりそうです。そして背番号8番が見えます、小野伸二が準備をしています。小野選手はポンテ選手に代わって入るようです。そうですか、ポンテも今日はあまり運動量がありません。しかし決定的な仕事をしましたポンテ。近いサイド、戸田のヘディング、ここは山田のファウルを取りました。後半の13分を経過しています。さあ小野伸二が準備をしています。浦和レッズです。山田が競る、そしてこのボールは田中達也が拾いました。中には永井、そしてポンテも入ってきた。田中達也、そして山田、少ない人数で攻めている浦和レッズ。拾ったのはポンテ。もうディフェンスラインとフォワードの位置がかなり空いていますが、ここにトゥーリオです。平川、ここでボールを奪ったサンフレッチェ。柏木、ベズレイ、どうやって攻めるかサンフレッチェ。そして服部です。オリンピック代表の柏木フリーだ。右サイド、日本代表の駒野、平川の勝負、駒野のクロスからスタート、ここはオフサイドだ、旗が上がっていました。しかしオフサイドは取りません。後半の14分を経過しています。まあ、今の駒野、まあ、佐藤久のラインというのは本当に武器ですよね。まあ、この形をねやはりサンフレッチェは作りたいと思うんですけどね。そうですね、向こう側佐藤久だ。ここは堀之内が触りました。どん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 とボールを放り込んできました広島です。さあそして10番のポンテに代わりまして小野伸二が準備をしています。ポンテが気づきません、気づきません、今気づきました。さあ、カレナさん、
ポンテに変わって前半からやっぱり申し上げましたけど、はい、ちょっとポンテのプレー、あんまり良くなかったと思うんですよ、後半早々の交代っていうのはやっぱり出来があんまり良くないっていう部分もあると思いますし、はい、多少休ませるっていう部分があるかもしれませんけどね、はい、まあ、こうやって長い時間小野伸二でチャンスをもらった彼のいいところ見たいですよね、もちろん今日集まったお客さんっていうのはサンフレッチェの上に来てますけど、はい、レッズ側でいうとトゥーリオとかね、田中達也とか、はい、まあ、スター軍団ですから今出てきた小野伸二もやっぱり見たいっていうファンが、ね、多いと思うんで、はい、まあ、それに応えられるようないいプレーを伸二はやっぱ見せてほしいなと思いますね。そうですね、ここ6試合はずっとスタートメンバーから漏れている小野伸二です。さあ森崎浩二、チャンスになる広島、森崎浩二から梅津玲、そして佐藤久人がかぶったかどうか、佐藤久人、いやちょっともったいなかったですね今のはね。柏木か、最後は柏木です。柏木とウェズレーが少し被りました、重なりました。まあただやっぱトゥーリオの大谷落ち着いてますよ、見てるとね、ワンタッチで打ってこないと思えばある程度ね、はい、トラップした後飛び込めるポジショニングは取ってますよね、その選手はね。まあ、無理に飛び込んで一発で外されるのはね、はい、柏木が前線まで走り込んでいきました。さあポンテに代わって金田さん、小野が入りましたが、小野はトップ下に入ったと見ていいですね。そうですね、はい、ポンテのポジションだと思いますね。同じ位置に入りました小野伸二です。まあ勝ってはいますけど、小野伸二もしっかりアピールしてね、はい、やっぱりレギュラーポジション狙いたいところですから。そうですね、ところはスターティングメンバーからも外れている背番号8番の小野伸二です。過密日程の中で絶対に小野伸二の力が必要になってくる時が来るはずです。ストヤノフ、ウェズレイ、ウェズレイのボールキープ、そして森崎和幸上がってきた、狙うかどうか、右足狙った、3バックの右に入っている森崎和幸です。まあ、やっぱサイドからボールを入れるっていうのも一つなんですけども、今のようにやっぱウェズレーがねきちんとあえて強さを生かしてポストをしてくれるとサンフレッチャー形作れますよね。そうですね、3バックの右サイドに入っている森崎和幸です。本来はボランチの選手ですが、今シーズンからこの3バックの一角を務めています。ストヤノフ、最終ラインに返しました。さあ後半に入ってまだ得点がありません。レッツは前半の12分に田中達也、23分に長谷部、そして37分に永井と立て続けにゴールを奪いました。一方の広島は前半の40分にウェズレーのゴールで1点返しました。素晴らしいゴールでした。後半戦に入ってまだ得点はありません。佐藤さん、はい、浦和レッズベンチ、少し前からベンチメンバーがウォーミングアップに入ったんですけれども、中でもワシントン選手は時折走ってストレッチ、はい、走ってストレッチというのを入念に行っています、うん、そうですか。やはりこの試合に出たいという気持ちが十分に伝わってきますワシントンです。そもさん、このワシントンはレッツに来てからベンチスタートはリーグ戦初めてなんですね。まあね、それでも、まあ、万全でなければ、ね、それこそスタートからじゃなくてね、はい、無理する遠征する必要もなかったと思うんですけども、さあ中央、このボールは駒野、そしてストヤノフです。小野伸二が一人残っていました。まあ、監督としても一、人選手が倒れています、ここは長谷部が倒れています。中央で接触がありました。浦和レッズの17番長谷部がかなり痛そうにしています。担架が用意されました。そして一斉に水を取る選手たち、これは大丈夫でしょうか。ダメージですね、水入りましたね、入れ替わる時ですね、痛いとこだからしょうがないですよ、今シーズン初ゴールを挙げた今日の長谷部、広島に駆けつけた浦和レッズのサポーター。残り10試合になりました2007年のシーズンです、 J リーグ。その中で現在トップを守っている浦和レッズです。過密日程の浦和レッ
アジアチャンピオンズリーグ、さらにはこの J リーグ、2つともタイトルを狙っています。厳しい日程の中でどういう戦いを見せるか。鈴木啓太も言っていましたが、今日の一戦はアジアチャンピオンズリーグの準備、さらには今後の J リーグのスタート、いろんな意味を持っているんだと鈴木啓太は話していました。その中で金田さん、はい、レッツにとっては今日のこの一戦というのは今のところはいい具合に進んでいると見てもよろしいですか。ですね、まあ、90分ですからね、はい、もちろん何が起こるか分かりませんけど、まあ、理想的な展開と言ってもいいんじゃないですかね。前半から3点取ってるわけですからね、はい、ここに服部です。長谷部はもう立ち上がっています。森崎浩二、次の1点を狙いに行くサンフレッチェ広島、チャンスは十分にある。戸田上がっていく、全員戻った浦和レッズ、それに対する森崎和幸上がっていってベズレーボールをキープした。ベズレーキープして下げて服部のシュート、うん、ここはいいコースに飛んでいきましたが都筑はキャッチをしています。低いボールで相馬さん狙っていきましたね。そうですね、まあ、先ほどね右で森崎和幸が打ったようにですね、はい、レズレーのやっぱりキープからなんですけどもね、はい、まあ、そこ分かっててトゥーリオも挟みに行ったんですけれども、はい、まあ、そこを失わずにという形でしたけどもね、まあ、本当にレッズはしっかり引いてしまうとその守備力っていうのはねちょっと今の J リーグでは桁外れなものがあるので、はい、まあ、どうやって崩すか、まあ、前半のああいうミドルシュートですよね、うん、まあ、そういうところが今後半でもね現れているのかなという気がしますけれども、はい、レッツが3対1とリードを奪っています。長谷部、そして山田、もう一度長谷部です。ピッチに戻ってきました。小野伸二、さあレッツがゴールに近づいてきた。堀之内、平川、クロスを上げますがここには誰もいませんでした。この広島と浦和というのは先ほどもご紹介しました、99年以降広島は勝っていません。99年の3月27日に4対1で広島が快勝して以来、そこから1分け11敗です。広島はずっとこの浦和に勝てない日々が続いています。金谷さん、本当にこれだけ勝てないというのも、はい、なかなかないことですが、ですね、選手も変わってるんですからね、はい、あまりそういうのはただチームとしての多少のね、伝統的な苦手意識があるのかもしれませんけど、選手変わってますからね、たまたまだと思いますけど、ちょっとねあまりにも勝ちきれてないですね、ただ相馬さん、サポーターたちも本当にそれは意識しているみたいで、はい、うん、なんとかこのレッツに勝ちたいんだということで言っていましたが、まあ、逆にその意識していることがね、もしかしたらそれも苦手意識なのかもしれないですね。あ、なるほど、はい、選手にもやっぱそういうのもあるのかもしれないですし、なるべく本当に意識はしたくないということも森崎和幸は言っていましたが、今日もレッツに対して3対1とリードを許していますサンフレッチェ広島。ベズレこの位置、ただまだ十分にチャンスは残っています広島。佐藤さん、はい、スタジアムにもたくさんのサポーターが駆けつけていますけれども、そのサポーターについてペトロビッチ監督は言ってたんですけれども、はいはい、浦和を見に来たのではなく、うん、もしかしたら広島が浦和に勝てるかもしれないという期待があるから、そういった意味でもいい試合がしたいねと話していました、はい、その勝利という勝ち点3というその姿をプレゼントすることができるんでしょうかサンフレッチェ広島。さあボールを奪いました、服部、青山から柏木だ、オリンピック代表の柏木、ここにつないでストヤノフ、この位置にベズレイです。自分で行くかどうかベズレイ、倒れましたがファールはありません。まあ、ファールを一時に取りに行った倒れ方なんですけどね、ちょっとボックスから外へ出されてるかな、ベズレイが、はい、出されている、
まあ、いいポジショニング2着マークっていうのをね、はい、ある局面で列のディフェンダーがきちっと取ってるっていうこと、多少はこう変化をつけたいっていう部分はあるんでしょうけど、半分は嫌がってボックスから出てるなっていう印象を受けるんですよ、はい、あそこで中で我慢された方が嫌でしょうからね、うん、そうですね、しては、まあ、当然ね、点が入るのはペナルティーボックスの中が一番ですからね、はい、そこから離れるということはゴールから離れてしまうということですからね、うん、さあ残り20分を切りました。首位のレッズとそして13位のサンフレッチェ広島の一戦です。3対1です。後半は点が入っていません。坪井、田中達也、もう一つ坪井です、日本代表。そして永井、まだワシントンの投入はなさそうです。浦和レッズ柏木、一人選手が倒れています。まあ、いつもよりはやっぱり柏木もボールをもらう前の、例えば頭の中で考えているアイディアとかね、はい、一種の状況判断というのは遅いと思いますね。まあ、彼も本当にサウジアラビア行って戻ってきてね、はい、すぐカタールのゲームってコンディション的には良くないと思うんですけどね、はい、前半の3対1から後半はまだ試合が動いていません。後半の25分を経過して3対1です。ゲームは3対1です。浦和レッズが2点をリード。後半の26分を経過しています。ただ後半はまだ試合が動いていません。ウェズレー体を張った、ここに服部入ってきた。ウェズレーボールをキープしてシュートを打つか、ウェズレー倒れた。これもファールはありません。ファールはありませんでした。まあ、ちょっとかわいそうですよね、今のはね、取っても良さそうな感じだったと思いますけど、ね、ほぼプッシングに近いですよ。そうですね、うん、さっきのとは違ってね、ハットリから、ああいうところでウェズレーは、うん、体が強すぎて損してるんですよ、はい、なるほど。今まででも何回もありますけど、さあ森崎浩二です。残り20分を切っています。首位のレッズと13位の広島の一戦。駒野走ってきた、戸田から中へのボール、もう一度サンフレッチェ、さあ駒野縦の突破、まあ、平川がいい応対してますよね、スピードありますからね、まあ、駒野も最初の縦に持ち出したところでね、はい、外せてるのが普段なんでしょうけどもね、やはり気持ちと体のバランス、体がついてこないということもあるんでしょうか。どうでしょうね、平川が本当にいい対応したと思いますけどもね、はい、そして永井に代わってワシントンが入りますが、金田さん、はい、改めてこのカウンターは素晴らしかったですね。素晴らしかったですよね、絶妙のパスと本当に長い距離走りましたからね、永井は、はい、あの3点っていうのはこのゲーム終わってから振り返った時に相当大きな点になりますね、そうですね。さあそしてレッツに頼もしい存在ワシントンが帰ってきました。昨年の J リーグ得点王、これが8月1日以来のゲームということになります。左の内転筋を痛めていました。そしてサンフレッチェは柏木に代わって高柳一生が入りました。山田、そして長谷部です。相馬さん、ワシントンはそのまま2トップ、高柳はどこに入りますかね。まあ、同じようなポジションだと思うんですけどもね、はい、柏木と、まあ、中盤の前目に入ってますね、そうですね、はい、これが高柳です。昨日誕生日を迎えました。服部、高柳、フレッシュな選手を入れてきましたサンフレッチェ。そして右サイド、小室だ、日本代表小室、左足のシュート、もう一度ボールはサンフレッチェ、消耗戦になってきました。ストヤノフから、このボールは通じません。久しぶりにワシントンがボールを触った。このプレートラップで抜いた、そして田中達也、ワシントン全開だ。田中達也からワシントンへのボール、これは繋がらない。
いかがですか、金田さん、今の石のプレーは。いやいや、あの辺はね、はい、本当に田中達也がフォワードなんですけど、一つポジションを下げた時にフォワードがどこでどういうタイミングでどんなボールが欲しいのかっていうの分かってますから、見てないでもあのパス出せるんですよね。まあ、たまたま下田が、あの広島のキーパーがね、いい判断したんで、はい、消されましたけど、6月30日から相馬さん、はい、8月1日の試合に出ただけで、うん、まあ、試合感という意味では本当ここ3ヶ月は1試合しかしてないんですよね。ただまあ今の最初のプレーでもね、はい、非常にいいターンしましたし、それからね、いいつながりを、ね、見せたと思いますけどもね、はい、クロスが入って、うん、ここはつながりません。サンフレッチェもあと一歩です。後半30分を経過。佐藤さん、はい、ワシントン選手ですけれども、あの前回広島で怪我をして、うん、でまあ、同じスコアだったらいいねというふうに言っていたんですけれども、今度は怪我をせずに点を取りたいと、点に対する意欲を話していました。はい、8月1日の広島戦で4対1と浦和レッズは勝ちました。その時と同じスコアになればいいというワシントンの話ですが、ここはウェズレーサイドネットです。いや、今のはね、1本のパスで裏に抜けたんですけどもね、いや、大きなチャンスを迎えました。シュートを打てるゾーンに来ると怖いですね。少しでも隙があると打ってくるウェズレイ。これでリーグ単独トップの17ゴールを挙げました。35歳でさあ4年ぶりの得点王なるかというウェズレイです。後半の31分を経過しています。さあ残り15分を切りました。そもそも後半のレッズはそれほどチャンスは作っていませんが、ここでチャンスになりました。小野伸二どうするか。ここは速いクロスを上げてきました。レッズはまあ2点差ありますんで、相馬さん、はい、ある程度このままでいけばいいという、無理をしないでいいという意識はあるんでしょうかね。まあ、少しそういうのはあると思いますね。守りに入れば守れるっていう、ちょっと本当そういう自信を、ね、持っているところがあるので、はい、そういった意味では無理に点を取りに行くよりもきちんと守備の組織を作ると、はい、そういう意識が強く働いていると思いますけどもね。まあ、後半入ってからはレッズの方はずっとそうですよ、ね、そうですね、全く無理してないですよ、まあ、できたら本当に相手の攻撃をしのいだ上で、はい、まあ、前線の入りましたけどワシントン、それから小野伸二、田中達也3人で攻めてくれっていう、そういうサッカーができるチームなんで、そうですね、確かに後半はトゥーリオもほとんど上がっていません。やっぱりサンフレッチェの方がいかに主導権取るためにアクションサッカーアクション変えてくるかっていうところなんだったんですよね、後半に関してはね、はい、後半の33分を経過。まあ、きついと思いますけど、こういう時間でね、本当きついはずなんですけども、こう前からプレッシャーをかけないと高い位置でボールを取って早く攻めるってことができないと思うんですよね。そうですね、取っても下がられてまた同じようにペナルティーエリアの外でボールを回さざるを得ないと思うので、はい、そのあたり少し、ね、意識を前にかけた方がいいんじゃないかなという気がしますけどもね。そうですね、ただこの気温が上がった中でなかなか攻めに行けない。ワシントンから田中達也抜けてきた。ここは達也のファールを取りました。いやでもね、久しぶりですけれども2人コンビね、見せますよね。そうですね、まあ、さっきのシーンもそうですけど分かり合ってるなっていう感覚ですよね、はい、左の内転筋を痛めていましたワシントンですが帰ってきました。そして田中達也、やはり選手層が非常に厚いという浦和レッズです。サンフレッチャーどうか。こうやって、ね、組織を作られると、本当ね、なかなか難しいんですけども、ね、そうですね、まあ、なんとかでもリズムを、ね、作りたいところですよね、はい、さあストヤノフ入ってきた。ミドルシュートはありますが、うん、ウェズレーのボールです。ここはスローイン、ツートップの一角にウェズレー。ウェズレーどうするか。さあ駒野
日本代表駒野、森崎浩二、青山、クソヤナフ、一旦下げました。キャプテンマークの戸田、もう一度青山、柏木に代わって先ほど高柳が入りました。トップ下に入っています。ストヤノフ、そしてここに服部、なかなか崩せない。まあね、どっかで勝負してるところですけども ね、そうですね。サンフレッチェボールだ。ここはベジレー倒されました。坪井にイエローカード。坪井にイエローカードです。坪井は今シーズン初めてのイエローカードです。本当にイエローカードが珍しいこの坪井ですが、今シーズン初めてのイエローカード。さあここはチャンスになります。金谷さん、このストヤノフはフリーキックいいものを持ってます ね、まあ、そうですね。ミドルからでも狙っていく力はね、はい、持ってますけど。さあチャンスを迎えた。低いボールですがトゥーリオのヘディングです。田中達也のスピードだ。いや早い、達也のスピード。ワシントン、さらに小野伸二がカバーに入る。達也からワシントンを使った。近いところトゥーリオ上がってきた。トゥーリオ上がってきましたよ。そしてワシントンだ。ここはコーナーキックになります。いやでもね、取れると思った時にはね、トゥーリオ出てきますね。上がってきますね後半初めて上がってきましたトゥーリオ。この3日間も本当に寝ていないと話していたトゥーリオです。その中でゴールなるか。サンフレッチェでプロ生活を始めたトゥーリオです。のから中央、ワシントンのヘディングシュート。佐藤久と森崎浩二、青山、さあ小野伸二ボールを奪った。田中達也、中央にワシントン待っている。達也切り返した。ここは青山しっかり対応しています。オリンピック代表の青山、周りが見えています、さあここに駒野です。駒野がこの位置、ウェズレイの走り出し、そして高柳、チャンスになったサンフレッチェ。高柳から久と、こぼれ球、シュート打った、決まった。森崎、さあこれで1点差。森崎浩二、これで試合は分からない。まあ、やっぱり今のようなカウンターですよね。まあ、一度はスピードダウンしてサイドに開きましたからね。そうですね、はい。そこからシンプルに、ね、ボールが間に入りまして、こぼれたボールですよね。森崎浩二は今シーズン2ゴール目。これはサンフレッチェ1点差ですからね、もういけいけでしょう。そうですね、鈴木がね、あのクロスにはよく反応したんですけどもね、はい。こうなると金田さん、はい、日本代表4人を抱えるレッツは本当に耐えるというこの残り時間になります ね、 あのきちっと逃げ切れるかですよね、もちろん追加点ということもあり得るでしょうけど、はい、逃げ切れるかですね、我慢の残り7分になります。1点差です。サンフレッチェは、さあここでレッツ田中達也、小野伸二がカバーに入っている。田中達也倒れない、繋いだ、ワシントン切り返して、ワシントンもう一度、まだ持っている、決めた、決めました。8月22日に生まれた次女に送るこのゆりかごダンス、いいとこ持ってきますよね。いや本当にゴール前に入ると細かいステップもできるんですよね。ステップしながらやっぱりディフェンスの位置とキーパーの位置って見てますからね、ワシントン。そうですね、いや戻ってきてこのね、追いつかれた直後の点を、こんな落ち着きのあるシュートで、これ下田の股間ですかね、狙ってきたのは。そうですね、達也もよく粘った。そうですね、すごいですよこれ、見てください、足元です、足元ですね、決めるのね、そうですね
達也の粘りっていうのがね、はい、聞いたと思いますけど、さあこれでまた2点差。ウェズレイ、森崎浩二、ストヤノフ、佐藤久人が中央で待っている。服部からクロスです。このこぼれ球、本当に消耗戦になりました。40分経過、残り5分です。高柳、小物が入ってくる。高柳です。どうするか、クロスから逆サイド、服部、ここはコーナーキックに変わります。浦和レッズはネネが準備をしています。はい、ネネ選手はトゥーリオ選手に代わって入ります。あ、トゥーリオここで交代ですか。やはりトゥーリオも相当消耗しています。そうですね、今のシーンでも、はい、膝に手をついてましたからね、それきついでしょう。そうですね、日本代表のオーストリア遠征から帰ってきました。スイス戦が終わってから80時間しか経っていません。この3日間は毎日が 1,2 時間しか寝てないというトゥーリオです。その中でここまでゲームを戦ってきました。よく頑張ったトゥーリオ。代わってネネが入ります。さあ2点差で残り3分少々。森崎浩二から、ここはワシントンがクリアしました。ワシントンの4点目が本当に大きくのしかかっています。戸田、高柳、ここは前につながりません。田中達也元気です。いや本当元気ですよね、先ほどの、ね、仕掛けのドリブルもそうですし、はい、まあ、この時間ですからね、相当きついと思うんですけどもね、はい、そして変わったワシントン、やはり貴重な1ゴールを挙げました。前線へのロングボールです。後半の42分を経過しました。サンフレッチェにまだ力は残っているか。戸田、青山、もう一度戸田、ストヤノフ、前線の動き出しがほとんどありません。戸田から高柳、縦へのボール、服部です。ここはスローインレッツボールです。まあ簡単にね取ってるようで、はい、山田の状況判断というのもすごいですよね。そうですね、ここでワシントンにボールがつながりました。鈴木啓太もまた90分フル出場ということになりそうです。小野伸二、首位のレッツ、これからは大変な日程が待っています。その中でこのスタート、素晴らしい形でサンフレッチェに勝利する瞬間が残り2分です。しかしサンフレッチェはウェズレイ、この人がいます。ウェズレイボールをキープ、ストヤノフ、さあ服部です。どうするか、ウェズレイこの位置、フリーだ、前が空いた、ウェズレイ狙った、これは外れました。今日素晴らしいゴールがありましたウェズレイ。8年間勝っていないレッズに対して今日もリードを許しているサンフレッチェ、今日このまま敗れますと13試合レッズに対して勝ちがないことになります。8年間勝ちがありません。苦しんでいるレッズ戦、ここは一旦返しました。ここで青山です。佐藤久人が後半ほとんどボールを触っていませんが、ここでようやくボールを触りました。青山、残り30秒、ストヤノフ、スルスルっと上がってきてどうするか、縦へのボール、佐藤久人倒れた、ここは PK だ、この時間帯に PK、 さあこれでまたチャンスが広がる、この時間帯に、さあ PK のチャンス
スを終えました。ロスタイムは3分です。わからないね、ちょっとうまく転んだかなと、そうですね。さあこれでまだまだ分かりません。今レッツの選手たちが抗議をしている。時間は過ぎている。ロスタイムは3分と表示されています。佐藤久人がここは時間を止めてくれというアピールをしている。大変なゲームになりました。このロスタイムに入って PK のチャンス、蹴るのはベズレイ。大変なゲームになりました。首位のレッツ4対2とリードを奪っていますが、この13位広島に対して4対2 2点のリードがありますが、ここで PK、 ベズレイが蹴ります。現在リーグトップの17ゴールを挙げているベズレイ、決めました。ここはポストの内側に当たったんですが、ゴールの枠に行きませんでした。いやー完全に落ち着いてね、枠を取った感じで蹴ったんですけどもね。そうですね、ここは外れてしまいました。4対2、ここは点差を詰めることができません。まさかの失敗、ウェズレイ、しかしまだチャンスある。ウェズレイがフリーだ、高柳からウェズレイ、決めるかどうか、流れてしまった。後ろから駒野、最後の最後まで得点を狙いに行くサンフレッチェ、駒野から久人、まだある久人、ここはボールをつなぎました。最後の力を振り絞ったサンフレッチェですが、ここはファール、ワシントンへのファールです。いや気持ちを見せましたけどね。そうですね、今のねクロスもいいボールでしたし、はい、2人入ってましたからね今ね、両チームとも本当に消耗戦になりました。2週間の中断を経て残り10試合となった J リーグ、その中で日本代表は強行日程、鈴木啓太も90分出場、坪井も90分フル出場しました。その中で4対2、首位のレッツが見事に勝ち点3の瞬間まで残り30秒です。ワシントンのゴールがやはり効いています。4ゴール目は途中から入ったワシントン、これからはアジアチャンピオンズリーグと、そして J リーグの制覇を狙う浦和レッツ。ここはロングボールから佐藤久人、いやーキーパーが出てきてると思ったんでしょうかね、ちょっと止まってしまいましたね。ただ駒野とね、本当、佐藤久人の関係っていうのは本当ありますよね。そうですね、いいラインですよね、まあ、代表でもそうやってね、見せてくれてますからね、青山から外へのボール、佐藤久人、レッツも足が止まっている。ここで試合終了、首位のレッツ勝ちました。4対2でサンフレッチェ広島を破りました。前半は3対1、後半やはりワシントンのゴールが効いています。4対2で首位のレッツが勝ち点3を得ています。残り10試合となったこの J リーグ、まずスタート浦和レッズが勝ち点3を得ました。ほっとした表情の選手たち、金田さん、はい、その中でやはり浦和レッズが勝ち点3を得ました。そうですね、先取点を取ったこと、はい、先制点を取ったりするとレッズは強いんですけど、その後追加点も前半のうちに取れたということと、相手の状況をやっぱり見ながら引いてれば中盤でボールをつなぐし、出てくればね、相馬さん、背後をやっぱ取って、相手を見ながら自分たちのサッカーを変えられる強さというのを今日少し見せてくれたかなというふうな気がします。はい、相馬さんはどんな印象ですか。いやまあやはりね、レッツが、まあ、PK もあればね、3点取られたかもしれないっていうゲームで本当に苦しかったと思うんですけれども、まあ、本当にいい時間帯でね、取りましたよね。なんといってもやっぱり最後のワシントンがね、ここで1点詰め寄られたところで取ってしまう、まあ、本当この辺の強さがあるなという気がしましたね、はい、
ガンバ大阪との一騎打ちが予想されている金田さん、はい、今後の優勝争いですが、ですね、ガンバは明日マリノスですからね、はい、どうなるか楽しみですよね。ACL がある中で相馬さん、はい、レッズは戦っていく、まあ、そこもね今日のように苦しい試合というのは続くかと思うんですけれども、はい、勝ちを拾っていく大事なところだと思いますね、うん、そうですね。ただこのワシントンも帰ってきました。日本代表の、まあ、4人の金田さん、はい、疲労も心配ですが、そうですね、だから自分が例えば疲労が取れることと、これでワシントンが帰ってきたっていうレッズに関してはいい上積みが来てるんでね、はい。